こんにちは。12月28日朝4時37分の相場解説になります。まあこの時期になってくると相場解説というよりも今まで1年間学んできたことをどういうふうにね、えー、この相場に見ていくかということになります。今日は1時間の軸だけを見ながらお話していきます。こちらをどうぞ。もうお分かりだと思いますけども、昨日の時点でね、こちらの方がレンジに入ってるってことはもう感じ取れたと思いますし、 もうちょっと前はここがレンジになってるってことが分かったと思うんですよ。その前はここですよね。そう考えていくと、レンジからレンジに移り変わっていくときに、こういった伸びが陽性になり陰性になりで確認できることだと思います。だからこそレンジを確認して、なるべく早くブレイクしたらどっちに行くかってことを決めておくことが必要になってきますよね。で、今回はもう明らかにここでブレイクしてますよね。で、お話ししたように、こういうふうなトレンドになってきてます。 もちろん長い時間軸で見ると1日とかね週足を見ると下の方に行ってますけども今回1時間軸なんで右肩上がりであるのはそのまま維持してもいいと思うんですよとなるとこちらのレンジを超えた時にブレイクしたのを確認して倍でエントリーっていう流れができると思いますねそうすると 30pips なり 40pips が今現状取れているっていうところだと思いますいかがでしょうかもう今年何回も何回もこの手法を使ってきてますんで もう今更お話することはないと思いますけどもそれでもね繰り返しやることが大事ですえそして昨日から今日の間にできたあ起きた出来事っていうのをこうやって振り返ることによって、えー、補助線をねまずは事後の補助線をどん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 引いていきましょう事後の補助線がスムーズに引けるようになってくると今度はあの事前の補助線が引けるようになってそれがフォーメーションになるわけですよ、ね、ですんで事後の線がもしね引けたなと思ったら私の方にどん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  メールを送ってくださいね、えー、そうすることによって事後の補助線が正しいのかどうか、えー、そして事前の補助線がこれからどのように見いだしていけるのかどうかっていうふうなトレーニングになると思いますす本日は以上で,すでは失礼します。